みなさん、こんにちは。サクラチップスは、日本語リスニングのポッドキャストです。このポッドキャストを聞いた後に、三つの質問に答えてみてください。あなたが日本語をどれだけ理解できたか、チェックしてみてください。今日のテーマは、観光。 についてです。私は今、仙台にいます。今日は仕事が休みだったので、仙台市を観光してきました。東京ではもう桜は散ってしまっていますが、仙台では桜が今、満開です。仙台市は東京より北の方にあるので、 気温が少しし寒くてそしてそ桜の開花つまり桜が咲くのも東京より遅いですなので今日は桜が有名な公園に行って桜を楽しんできましたそしてここ仙台市はフィギュアスケートの羽生結弦選手の出身地だ 出身地ですなのでその羽生君のモニュメントがある場所もちょっと見てきましたそして仙台で有名な食べ物の牛タンを食べました私は実は牛タンを食べるのが初めてだったので。 どんな感じかなと思っていたのですが美味しかったです今日は一日雨でしたが仙台の観光をとても楽しみました初めて行く場所を散歩するのはとても楽しいですね今日は雨だったのでちょっと残念でしたが、まあ、それでも 楽しかったですそしてちょっと疲れたのでカフェで休みながらあとは少し買い物をして今ホテルに帰ってきました今日はこの後はもうホテルの温泉に入って部屋でゆっくりしようかなと思っています新しい場所に行くと 観光をするのがとても楽しいです。その場所の有名な場所を歩いて実際に自分で行くことで楽しいなと思いました。そろそろ日本も海外旅行に行けると思うのでいろいろ他の国の観光ができるのも楽しみです。 それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。じゃあまたね